ゲームをつけたらガチャ当たり。どうも、レオスケと申します。プライムシュタベッチでガチャ当たりやっていきたいと思います。2500が結構近いんで、ちょっともう本気でいこうかなと思います。ガチャ当たりのコムトラックスですね。プライムシュタベッチでいきます。コムトラックある時って、プライムって基本出ないんですよ、相手に。はい。なので、俺が使うと割と刺さったりする。ステージ自体には刺さってないんですよ、これ、デコボコやから。ただ、相手がプライム出てこうへんってことで、割と勝てたりするのな。この理論は正直謎ですね。自分でも、それ何それって。全員納得すんのかみたいな理論言っちゃってますから。でもありえるような、そういう感じだと思いますよ。相手にプライムが出ないので、もう対面で勝っていくっていう。やっぱプライム対面強いですからね。弾速速いんで。っていう感じですかね。まずは味方が全部やってくれたな。サンキュー。ただこっから雨降らし来てるから、こっちから行くしかねえんだよな。僕も刺さるっしょ。刺さらない。現れたな。まあアーマーだけペガして。あ、今なんかおった？おらんか。よし、アサリさえあればって感じか。じゃあオーバーラップしとく。でもあれ、なんでいかへんのこの8個の人。どんなんやねん。あんたがジェットバック展開してどうすんねん。あんたもうシュートやろうが。セリフナイス玉。うわー厳しい。さあ相手これデカボールいっぱい来んぞ。これスタート。ナイス。いや、かなり展開早いな、ゲームの。ゲームメイクが早いですね。ナイス。いやー、スクリュー射程長。あんなんでやられたら俺普通に切れるよ。味方やからいいけどさ、普通にブチ切れ案件あんな。うわー、ごめん。バケツ系が強いか、やっぱスクリューとかコンボトラックは。ってことはガンガンでかい音楽動画当たる方を祈った方がいいな。まあまあまあ火力で押し付けてはいるんでね。さあ、そのデカボール取られたらめんどくさいから、この辺足場潰しとかないとな。かなりでも塗られてんだ。うやべ、やめなさいやめなさい。うわー、最悪、生で撃った方がよかったんかい。うわー、一斉に全部持ってかれてるやん。さあ一人、小早くんが裏取り。こっちのあいつめっちゃ強いからな。何言うんでしたっけ、スクリュー。めっちゃ強いと思います。かなり厚けてくれてるんで。まあ厳しいな、やめて。ナイス。これはね、直接攻撃やな。刺さらずか。ナイス。まだシュートしてきたやつ、女。誰や、お前か。まあ、飛んできた分に関しては処理しましょう。オッケー。お風呂。うわー、ごめん。いや、今のやったらもうデカボール完成させたらよかったな。相手に汗取られるわ。難しいな、やっぱり。ホームトラックがね、そもそもやっぱ向いてないっていうのはあるがな。当たらんか。ここで対面勝負。ボム難しいな。どう崩すか。一回展開するけど、ガロンどこおんのやろ。まあ、とりあえず9個止めまでかな、今のチャンスでは。まあ9個止めできたのはいい感じではあるけど、結構ミア1個なってんのな、お互い。まあ、アサリの位置次第では
シュートに行けるが、とりあえず1個押し出すのは無理やな。てか何個か押し出すわ。で自主回収します。こっからどう攻めるかやな。いったー、もうなんでやねん。適当ショットでやられてんけど。9個止めからよっしゃー、延長ないですよ。ナイス。さあ相手のリルガンさんに生きるということで、まあ、ありがとうございます。ガーイツのコンボトラックですね。毎日アサリやってる人をねって相手、恐ろしいな。強そうやったぞ。毎日アサリ、ダイナオローラーとかいろいろ。さあまずはジャンピング打ちでちょっとでも射程を確保し、はい、プレイ挨拶代わり、逃げろ逃げろ逃げろっていうのは味方でしたね。オッケー、この辺のハグレアサリしっかり回収して、ちょっと後ろすぎるな。アサリに意識行きすぎかもしれんな。もうちょいアサリ意識低くてもいいかも。なるほど、相手早いな。まあ、これはちょっと旋風からダイナモ潰すわ。オッケー、これはもう確実に俺の仕事なんで。ナイス様で。おい、味方がナイス押してくれへんからセルフダムなったやんけ。うわー最悪、今の間に合わせてくれよな。セルフダムはきついっす。まあしょうがないけどな、ナイス押されへんから味方もそう簡単に。どっから来る？一回締め切りたいよな。うわーなんか直撃した。絶対俺狙ってないやろ。まあ狙ってる感はあるけどな。さあいきなりから結構しばかれたな。アサリを回収し、こっちもアサリあるっていう感じかな。ただ味方またやられてるからな。オッケー、鋭いエイムでカットしていくが、しかし逆にやられたという連絡。ナイス様で。かなりセルフダメージ近いが、いやー味方がこうでない、生き残ってくれてたら戦いやすかったんですけどね。うわーやばいやばいやばい。うわーこれやばい、圧負け出るわ。圧負けやばい。俺が全員倒せるか、俺次第になったんな。これは相手の圧がすごいわ。さあさっさと回収して、いやこれ厳しい。うーんダイナマやっぱ強いよな。相手のナイス様に俺ナイス押し合ってるわ。逆になんかさ、相手のナイス様に対してダメダメダメとか押せたらいいのにな。ダメダマ危な、相手のナイスダムを小さくするみたいな。ダメ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 みたいな。ダメダマ完全なる。ほうなるほど、君を9個持ってたか。それ無理やりビレたところで追加点ならんもんな別に。とりあえず得点取っとくけどって感じで。うん、とりあえず得点取るけどって感じやな。やっぱな、オールダウンとかスリーダウンとかでな、じわじわ削りたいもんな、やっぱり。相手も早いぞ。もうそこまで来てんぞ。うまいな、アサリの作り方が。カウンター行くわ。さあ右の方でなんか一人おったな。早すぎた。嘘やろ、普通ゴール降りてくるやろうが。それに合わせて打ったのに俺。ゴール降りてこへんかってんけど。
おかしな話やで。普通ゴールがな、ちょうど降りてきて上に打ったからいけるっていう、そういうやつやろうが。うわあ、やばい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 。さあこれちょっと大先輩になってまうな。でデカボールこっちないんで、延長戦がなくなっちゃうんで急いで作るわ。思考停止で作ります。やつから盗む。はい、負けた。ガーイツアレのコンボドラッグですね。さあ行きましょう。スタート。コムとラクス、ほい。さあ飛びだ、気をつけてね。スペースかなりステージがデコボコやからな。ステージがデコボコしててダイナモとかやっぱ強いね。そのちょうどそのなあ、湾曲した地形に対して打っていけるっていうのは強いわ。さあ いい感じやと。アサリだけ取れれば。はいはい、全渡しでもいいで。全然あ、で俺もらうわ。こ連携のなさね、この連携なさ。ほっ、支援型いけ。浮いてー、びっくりした。見えてなかったからちょっとびっくりしちゃった。番号で行かれた。ちょっと驚き。来るかな、来たな。さあ自らスーパーセンサーしてくれるとありがとうよ。うわー、何？ああプライムか。名前やられね。想定外。さあ名持ち友達か福内なのか。ナイス、危なかった。さあダイナモ、あいつを削りたい。よし、ダイナモ削り切りがやっぱ大事ですから。ボトラ、これはアサリを回収し、どこ行った？付近さんいっぱいおるもんな。とりあえずナイスマンで上から様子見よう。バブラント対決するか？対決やな。バブラント対決。引き分けか。どうやら引き分けのようだな。アサリは結構確保できてはいるはず。すまね。さあナイス玉がぶっ飛んでくる。相手もナイスマジックなんでね。ダイナもナイス玉やし。おら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 、さすがに今なら間に合うでしょ。うわープリム強いな。まあ王冠プライムやからな、なかなか実力あるやろうな。おお、うまいこと逃げおったな。はいはい、助けに来たぜ。オッケー、ナイス、スウィニー。えい、みんなからナイスもらえるの気持ちいいな。楽しいですね。みんなからナイス言ってもらえたら嬉しい。シンプルに。さあ、さらにナイスをもらおうぜ。ナイスください。曲者、曲者、曲者。危ない。
うわー、ここまでかや。いや、いい勝負してんな。スタート。危ない、ボムか。うわー、今の2発で持っていけないっていうのは、まあまあしょうがないですね。持っていきたかったな。相手デカボール無理やり来るか。止めたいところやな。無理やり入れられても別にそこまで大丈夫やしな。オッケー。倒れ、たまるか。オッケー。ゴーミングアウト。相手もかなり苦しい展開ではあると思うんで。ナイス。ガーイサリのコンボトラックですね。さあ、ちょっと強そうなメンバー。でもさっきと同じメンバーみたいなもんでもあるような気もするが、どうでしょう。さあ行こう。まあ俺のエイムが結構ね、いい、温まってるというかいい感じなんで、先輩はないのかなと。標準は保証、標準保証っていったところですかね。それ以上の活躍できるかどうか保証はないが、まあ矢のプライム上手いの分かってるからな。さっき対戦してる方なんでね。まあナイス玉でちょっと、まあまあお互いに今 4-4 状態なんでね、誰も倒れてないゲーム始まってから。さあ、これ、あ、なんかデカボールになっちゃった。まあ、これはなっちゃったんやったらもう、あえて、これ捨てようか。これ捨てます。おそらくこの辺に寄ってるはずなんで、敵が。まあ、そうやんな。そうそうそう。巻き絵として使ってたんで、デカボールを。巻き餌です、あれ、俺の。まあ、お互いね、これ、ちょっとゆっくりって感じなんで、下手に突っ込まないようにしましょう。この均衡を破るのはどちらかっていうゲームなんですけど、よし。あ、これ雨でやられる。あー、よく見てたな、あいつやるやんけ。さあ、こちら全員やられていく。さてか、俺まあ捨てるような。はい、バトン。こうすることでね、相手の注意を分散させたいんですよね。注意を分散させるために今一回取りましたね。別にシュート決めに行こうなんては思ってない。うん、はいはいはい、強気だな。うわー、すいません。うまいっすね。さあ、でデカボールぶち込み、強制ぶち込みね。ナイス。で、こっからやな。右サイドは俺が結構担当してたから、あのビーコンとか破壊しに行った方がいいかもしれんけど。クーゲル刺さってんな。マジ前出れねえ。クーゲル刺さってるわ、あの奥の奥におるやつ。抜けようか。めっちゃみんな俺狙ってくるやん。そんな狙わなくても大丈夫ですよ、皆さん。直接攻撃。潜伏やな。いや、ミスだな。さあ、逃げ切れるかどうか戦。逃げ切ったな。オッケーオッケー、カウンター食らわんで済んだ。あーらー、ルルなのかもしれないやな。さあ、あっちからアーマー展開のリール。
周りは俺が退治させてもらおうか。退治するんじゃなくて、あの退治ね、1対1で。うわー、リール見といた方がよかった。リール、今のはミスったな。役割を間違えましたね。俺が退治するわ出て、退治しんくてどうすんねん。せなあかんやろ。ちょっと足場がきついな。根こそぎ持ってきたい。危な、痛い。クーゲルマジ強え。やばいやばいやばい。まあ味方と協力しましょう。戦っているのは俺だけではないので、味方がね頑張ってるんで、俺が多少こけてもそんな不安になる必要はない。やつが頑張ってくれている。うわー、うー、クーゲルやだよー。ダメだ、ようや倒せんな味方。ナイスさん、遅らしたろ、遅らして、よう倒せるわお前。クーゲルマジ無理やねんけど、マジ無理問題やねんけど、ほんまに。いや、ナイスな刺さる。大丈夫か？オッケー、ナイス。まあ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 、すごい勝負やったな。ありがとうございました。